一回配信でなんかさらっと相談した時があって、そう本来であれば私も土日がいいなって思ってはいたんですけど、そうなるとちょっとみんなの予定が合わないっていう風になっちゃって、あと他にここはなんだろうな、このメンバーらへんが全員出れないですとか、でこの日だとこの方とこの方が出れないですとか、あとこの日はライブですとか、いろいろ他のやっぱ案件が土日とかに詰まってることが多くて、でそうまだメンバーとかは発表されてないんですけど、ちょっとやっぱりみんこう私がリクエストしたメンバーにはちょっと出てもらいたいなと思って、ちょっとそっちを優先して平日の2月15日にちょっといろいろ本当にいろいろ相談はしたんですけど、相談して調整してもらってみんなの予定が合うのがこの日だったっていうので、なので2月15日になって、そうでもなるべく平日だからもうお願いだから早く発表してくださいっていうのをずっと言ってて、でそうねようやく今日準備が整ったみたいだったので、その運営さんのでなるべく最短でということで今日発表させていただきました。そうなんです、ちょっとなので平日なのですいません本当にでもねアーカイブとかも残るだろうし、オンデマンドとかで当日見れないとか、リアルタイムで見れないって方はよかったら、よかったら映像では多分残ると思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ。何のための希望級だと思ってるの任せない、ありがとうねありがとうね本当に。有給余ってる方とかよかったらぜひその日に有給をぜひ消化してください、お願いします。余ってますか有給みんなぜひ、ありがとうシフト制に関してありがとうシフト制。今更やけど映像って登録者の見れへんな、見れないのかな。オンデマはね、あ別に何の登録もしなくても見れるよ。オンデマ DMM で買えばいけるそうね、買えば単品とかで買えるし、うん、何の登録もいらないよね。そうね、でもリアルタイムとアーカイブはまた別なんだよね。あれ大西もあれくっそーと思うんですけどそうなんです、だから単品で買おうと思ったら何回も見れるのはアーカイブ残ったやつなんですよ。リアルタイムじゃない方だと1週間ぐらい見れるんですけど、リアルタイムで見るとリアルタイムでしか見れないから見返せないんですよ。あれそれが本当に困ったもんでうん、あれアカウント登録なかったっけって、あれ登録してたっけ、あれ大西あんなん登録してたかな、あもしかしたらでもなんか登録しやなあかんかも分からへん、もしもだいぶ前にしたのかな、ぜひぜひなんか作ってたのかな
なあんなに言うんちって関西弁関西弁そうか、アカウントないと無理なんだ。じゃあ登録は必要かも。ごめん嘘ついた。そうね、だから大西今メール送ったんですけど、なんかアプリ入れたんですよ早速。そう、なんかカウントダウンがさできるやつあるじゃない、なんかそれのアプリ入れて調べたら残り70日だって。合ってるのか分かんないんだけど多分合ってるような気がしてて、残り70日前だってよ。私活動意外とあるよね意外とない？もう発表して2ヶ月も経つのにあと70日あるんだよそう、なんかあもうすぐやって思ってたけど、あ意外とあるなと思って。渋パラ、そうなの。だから渋パラがあれなんですよ、多分ギリ私1月でラストなになる可能性が高い。高いっていうか多分そうだよね。そうなんですよ。そう、来月が多分ね最後になる。そうなんですよ。1月って小屋入りの日の、そうなんだよね。そう、私1月シルバラ出れるのかなっていう、そこなんですよね、まずちょっとっていう話になってくるんですよね。私もその辺はどうその対応してくださるのか分かんないんですけどやばいよ最後まさかの乗っ取られ可能性があるからねもうやばいやろ。そうなんですよね、夏まで渋パラはできない。そうね、私はちょっと一旦2月15でそうですね、卒業ということなので2月はちょっとねあれなんですけど、そうだからね、来月かーと思って出れたらいいな。うん、ねえ、最悪今月でラストなんて、ワンチャンその可能性出てくるよね。大西出られるの分かんない分かんないんだけどさ、ちょっといろいろ、うん、70日間ぜひぜひ最後まで楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんか実感湧いてきた。本当？あ、でもそうやって言ってくれる方多いかもしれない。卒業公演の日程が出て実感が湧いたみたいな。うん、配信も2月15で終わり。そうだね、うん、2月15日卒業公演の日で終わりだね。うん、吐きそうって言ってる吐かんといて吐かんといて、それはちょっと困るわ。うん、うん、あいたあかんで。
しなくなるの寂しいなんて、ありがとう、そんなこと言ってくれるの嬉しいね。卒業した後は旅行するのって絶対したい。もうね、ほんとどこ行ってやろうかな、まだ迷ってるんだけどさ。ん、メールは16日まで、ビバースは1月30日。あ、ビバースってまだ続いてた。あれ、あ、そうなの、おいしい、なんか早みたいな言われてたから、あ、あれまだあるん、あ、ごめん、イファスもおいしいが知らない間に終わ、自分投稿できるの終わってると思ってた、ごめん、投稿しよう投稿します。メールはじゃあ次の日までできるんだね、あんたって。あ、そう、なんかさ、イファスはこの日程までですみたいな発表された時さ、なんか、え、もうみたいな。だから10月11月とかなんか終わってたのかと思ってた。ごめん、意外とまだまだだったわ。旅行波動のは使えそう、いや多分ね使える。あ、こちら側の課金じゃなかった、あ、そういうこと、みんながなんていうの、買ったら読めるよっていうのがもう終わったってこと？っていうこと？あ、そういうこと？あ、なんだ。あ、ごめんごめん。てっきりもう私が終わってるのかと思ってたわ。ごめん。ごめんごめん。投稿します、言わす。あ、そういうことか。ごめん。勘違いしてた。ごめん、ごめんね、理解理解。そっか、あ、だからもう そんなすぐ終わんねんやんと思ってたよ、見ます、そうなんや、かった、ごめんね、勘違いしてた。そうこれ勝手に自分でサービス終了してた。うん、旅行いいねって、そう、温泉だよねってずっと迷ってる、ずっと迷ってる、楽しい。うん、国内に旅行するって、うん、私は国内がいいです。海外はねちょっと行けないんだよな、喋られないから。企画立てるのが楽しいねって、そうなの、そうなんだよね。どこ行こうかな、あ、こ行こうかなってやってる時が一番楽しいよね。もちろん旅行してるのも楽しいんだけどさ、うん、みんなも行きな、大西の卒業旅行みんなも行きなよ、うん、私名義の卒業旅行、うん、みんなも行ってきな、旅行、どこ行ったらいい、2月だもんね、だって寒いでしょ、北海道行きなよ北海道行きなよ、じゃ
鬼だってさ、北海道行けないよ、寒いよ寒いよ北海道今月行くんだけど、あ、私も今月行く、もしかして、あ、じゃああれか、違う方がいい、青森とかにしとく、じゃあみんな、みんなは来週行くでしょって、もう来週なんだ、そっか来週か、そっか舞台の合間なんだ、あれ、マジかマジか、あ、みかん忘れてたってね、ねとか言ってじゃ忘れてはないんだけどさ、日の流れがさあれなんだよね、わかんなくなるんだよね、もうか、うん、2月15休み申請しました、お、ありがとう、早速してくれたの、ありがとうね、嬉しい、楽しみだな、東北は行ったことがない、あ、本当、行ってみな、ハワイアンズ行きたいなハワイアンズ行きたいな、私あのなんかテレ東のさロケでさ、あのハワイアンズ行ってからさずっとハワイアンズ行きたいの、ロケで行ったけど、でも全然時間がなくて、あの日ロケ押し押しだったのね、だから本来はプールでも遊ぶ予定だったのよ、あのロケでね、でもそのシーンとかも丸々なくなっちゃったりとかして何も遊べなくて、そうなの、だからハワイアンズも行きたいな、そうめっちゃ楽しそうだったプール、屋内、室内か、室内プール、うん、行きたい、卒業したら時間あるでしょって、うん、ありありもちろん時間しかないよ、時間と余裕だけがあるよきっと、知らないけど、群馬栃木って懐かしい、なんか群馬栃木、群馬栃木、うーん、アリーンって知ってる、ももクロさんの歌であるの、群馬栃木、群馬栃木、うーん、アリーンってう、そう歌がある、47都道府県の歌があるの、もも桃色合戦、ん？桃色歌合戦出ないの？あ、じゃあ出るって言って出れるもんじゃないのよあのごめんなんだけどさ、出ないの？って言われて、それだったら普通の紅白もあれ出ないの？って言って、あ、じゃあ出るわって言って出れるもんじゃないからさうん、ごめん、それはそう、うん、ごめんね、お、お正月に奈良行きまして、お、なんで奈良来るの、おじいちゃんおばあちゃん家があるの、正月奈良来るの、いいじゃない、私お正月は帰れなさそうだわ、
たね。これさ、今日買ったんだけどさ、めっちゃいい匂いするんだよ。これロム&のリップ買ったんだけどね、また新しいやつ、これ新しいやつなんだ。めっちゃいい匂いするの。リップがまた増えて、確かに。でも違う、今まで増えてたやつは薬用リップな、これは色がついてるリップ。めっちゃいい匂い、本当に美味しそうな匂い。本当に何の匂いかって言われたら分かんないんだけど、めっちゃいい匂い。いいわ、こういう口紅系のやつはあんまおいしく使ったことなかったから。そう、レッスンの前に、今日レッスンだったんだけどね、レッスンの前に髪の毛がさ、最近パッサパッサになるのに、乾燥で。だからその乾燥を防ぐなんかヘアミルクみたいなの欲しいなと思って、それ見に行ったんだけど、それでこれ発見して、あれこれ可愛いじゃんと思って買って、つけてみたらめっちゃいい匂いだった。いい匂い。メーカーとか欲しい。メーカー、ロムアンドロムアンドってやつ、俺も買って買いな。これめっちゃいい匂いだから、マジで。こんな口も赤くなんないしね、これ。ヘアミルクの、ヘアミルク買った、それが袋の中に入ってる。明日は劇場ですね。そう、明日は劇場公演でございます。18周年、すごいね。そう、18周、久しぶりの劇場ですよね。そうだね、久しぶりになるかも。非常に何回立てるのかって、そうだよね、あと何回立てるか、最後の周年だね。そうだね、18周年、明日はみんなで楽しみたいと思います。うん、うん。何、ゆりなちゃんは明日の待ち時間が長いとぼやいてたよって、かわいい。じゃあ仰天大西と一緒に遊ぼうね。大西と一緒に遊ぼうね、仰天。柱にテープ貼ってたのが懐かしい、ね、でもあれ嬉しかった。一回貼らせてもらったことあるのよ、大西も。劇場の柱のテープ嬉しかったな、あれ。うん、もちゃんは待ち時間長いの、長いんじゃない。明日の予定あんま見てないけど、明日は多分みんな長いと思う。あのなんちゃらショーみたいな出てる方々は、いっぱい出てる方々はあれかもしれないけど、うん、わかんないけど、全員出るんだよねって。え、全員出るよね。お仕事とかみんなバッティングしてなければみんな出るんじゃないかな。うん、待ち時間長い間何してる、寝てるって。時と場合によるかも。
まあ、外出ていい時は全然出てるし、企業とかだと、まあ、メイクしながらみんなと話してたら意外とすぐ終わるんだよ。時間が。ドボン、確かにドボンしてる時も多い。メンバーいるから、あ、じゃあちょっとドボンしようよって言ったりしたりとかはしてるか。まあでもみんなと遊んでるかも、メンバーと。30分に終わるわ。次は公演の話になりそうって、いやあんまそんなせえへんで、言うてメンバー同士で。多分今は特にそうなんじゃないかな、分かんないけど。なんせ今年は卒業が多かったからね。え、卒業、え、卒業ってあんま多分なんないんだよ今年。ごめんね、多分今年が特殊なのかもしれないけど、卒業が珍しくなくなってしまったから今年に関しては、あんまりメンバーと卒業卒業卒業みたいな感じにはなんないかも。もう慣れてしまったのか。いやさすがにさ、じゃあ大西もね、別にさ、みんなの卒業を、全員の卒業知ってたわけじゃなかったからさ、もちろんこんなに辞めるって思ってなかったもん。びっくり、大西も。だって3日連続ぐらい卒業発表が続いた時あったじゃん。それは寂しいって。いや、あ、この子が AKB からいなくなるんだ、この方が AKB からいなくなるんだ、なんかこの子が AKB からいなくなる、あ寂しいなっていうのはあるけど、大西も残る側ではないから、昔ほど心苦しくはないというか。あ、卒業疲れみたいな。もし大西が卒業発表してなくて、卒業とかも考えてなかったら、多分今頃大西も吐きそうになってたと思うんだけど。そうだね、それこそ大西も吐いてたと思うんだけど。そうだね、卒業する側だから、まあ、一緒に頑張ろうねとか、お疲れ、夜長い間頑張ってきたなっていう方が強いかもね、こちら側だと。みんなそうなんじゃないかな、発表したメンバーとかは。いや本当にどうしたんだろうかね。いや本当そうなんだよね、こんな重なることってあるんだねっていうのはすごい思ったけど、他のメンバーが発表していく中、自分が言うまでの間どんな感じ。いやだからそれこそ大西は5月にもう卒業が決まってたから、で大西が発表したのが10月で、その間5ヶ月間まあ空いてたんだけどね。多分みんなと同じ気持ち、みんなと多分同じ気持ちだったと思う。みたいな。
そうね。ジラジラしくしてたわけね。大西？大西全然しらじらしくなかったくない？ものすごく匂わせてたんだから。まあ確かに卒業発表とかさあって、あでも私は今後も一生懸命頑張っていきますとか言ってたらそれは白濃いけど。そうね、私一切そういうこと言ってないんで、自分の卒業決まってから、うん、なるべくなるべく匂わせて匂わせて匂わせまくったので白濃くしてたとはないね。白濃いってそうだよね、白濃いってそう、白々しいっていうのもあれは関西弁になるのかな、白濃いって。これ関西弁？そう、白々しいっていうのを白濃いと西は言ったりするんですけど、これは何なんだろう、関西なのかな。まあ、しらこいなとか言うねんけど。わかんない、でも関西弁なのかわかんない、関西じゃないかもしれない。よしよしよし、あちょっと30分になったからちょっと終わるわ私。ランキング読んでいくよ、いきます。1位でんすけさんありがとうございます、イエイ。そして2位がきよいさんありがとうございます、イエイ。そして3位がコバットマーク大西よしさんありがとうございます、イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうももちえ大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして5位がさとちゃんとマーク大西軍さんありがとうございます、イエイ。そして6位が、黒芝のりこてんさんありがとうございます、イエイ。そして7位がタック、387さんありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして9位が KATT さんありがとうございます、イエイ。そして10位があっくんありがとうございます、イエイ。で11位がカンタムさんありがとうございます、イエイ。そして12位がマークアコーダットマーク大田郡大西大地空天団さんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がまゆかちゃんありがとうございました、イエイ、ありがとう。そしてタワー1位の方かな、お呼んでいきます、ありがとうございます。ではいきます、1位のデンスケさん、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 タワーありがとうございます、ありがたわー、ありがとうございます、イエイ。本当にありがとうね、いつもありがとうございます、皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です、皆様の好き皆様の丁寧、皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこはせーの、うまいろ。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。雪も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバーイ、ありがとうございました。改めまして来年の2月15日卒業公演までというか卒業公演をまずよろしくお願いいたします。じゃあね、ありがとうございました、バイバイ。